吉村武氏は日本の実業家、政治家。全国27カ所の事業所で自動車教習所事業を展開する SDS グループの代表取締役である。2013年4月14日に行われた備前市長選挙に出馬し初当選。1959年3月片紙調律片紙 中学校1965年3月岡山、県立備前高等学校卒業1969年3月、関西大学文学部卒業1981年4月備前試練号 PTA、会長就任2006年に1月備前自動車、備前教習所会長就任2010年11月備前、 商工会議所会頭就任2011年4月備前市観光協会会,会長就任2011年6月備前、ロータリークラブ会長就任2013年4月備前市長選挙に当選し、市長就任道当備消防組合管理者、就任2017年4月元市議の田原孝雄に、敗れ、市長任期満了2021年4月備前市長選挙に出馬し、帰り咲き、 吉村が市長に就任した2013年度より、備前市の将来像を古くて新しい教育の町備前から学びの言語を静谷学校が開かれた町と設定して総合計画を策定。平成27年度に文化庁が創設した日本遺産魅力発信推進事業に備前市、水戸市、足利市、北市の共同で申請。 2015年4月24日に、旧静谷学校は、近世日本の教育遺産群学ぶ心、礼節の本源として、日本遺産第一号登録を果たした。数百年から千年を超える六雇用。すなわち、西遊陶器の瀬戸と、焼き締陶器の越前、床波、しがらき、丹波、備前である。備前焼は五世紀から続く奥の数駅の京風を引き、 平安時代末期から鎌倉時代初頭に備前市及びその周辺に栄えて現在に至る歴史ある産業。備前焼は5人もの人間国宝を輩出する。この歴史ある備前焼を2017年に旧静谷学校に続き日本遺産への登録を果たした。吉村の主張、古くて新しい教育の待ち備前から学びの 言語静谷学校が開かれた町の具現化として、教育の ICT 化に積極的に取り組み、市内にある13校の公立小学校及び5校の公立中学校の児童、生徒全員にタブレット端末を一斉配布した。吉村が市長時のふるさと納税額は、2015年27億1568万円。 2016年27億4358万円、2017年21億1963万円と同市の財源を確保した。若い世代の定住促進のため、国に先駆けて無償化を進めたい。都の吉村の考えのもと、岡山県内で初めて4、5歳の幼稚園児と、保育園児の教材費や給食費などの実費は除く、保育料の無償化を実現した。 対象は保育園児160人、幼稚園児284人の計444人。備前バスの運行会社である日清運輸株式会社より備前バスの廃業、路線廃止の申し立てを受け、地域の足を守るために備前市が運営する市バスにより廃止路線を継承し備前市市営バスとして開業。保育園、幼稚園及び認定ども園の負担公平性の 確保と子育て支援の充実及び若い世代の定住促進を図るため、すでに実施されていた、満4歳、満5歳の園児の保育料無料化に続き、さらに満1歳から満3歳の園児の保育料、無料化した。ありがとうございます。